鼠径ヘルニアとは、上部の鼠径人体で鼠径部の皮下に出るヘルニアのこと。別名、脱腸。男性では、27%と非常に効率で起きる。抗がんは、温度が低いと、腹腔内に入り、熱いと陰脳に下がってくる。抗がんが腹腔内に入ったり出たりする通路に腸が入り込んで起こる。腹腔外に出た腸がねじれて戻れなくなった場合、エシを起こして生命に危険となる。 女性でも3%に発生するという報告がある。男性に多い外側のヘルニアの場合、陰脳内で抗がんが異常な状態で加工するとき、先天的に発病する。そのとき、主流ができ、発病が確認される。ひどいバイフグルに主流ができる。女性のヘルニアは、大陰心皮下に発病。腸管がねじれカントンヘルニアを併発する。可能性があるため危険。 素形ヘルニア手術は外科手術の中でも非常によく行われるものの一つである。などがある。ジョン・ T ・ジェンキンス、パトリック・ J ・ O、ドワイヤー、イング・ウィネル・ハーニアス、BMJ336、269、272、ドイ、10.1136、BMJ。 3 9 4 5 0 4 2 8 2 7 5 a d h t t p w w w j r e s t c o j p c o h o s p i t a l c o n s u l t a t i o n s y o k a i g e k a h e l ヘ n i a h t m ありがとうございます。